さあ未来を背負うビルドアップボディ棚橋博士が入場してまいります。超新星中村慎介が戦いのリングに入ってまいります。シングルマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー245ポンド棚橋博士赤コーナー240ポンド中村慎介エフリーレッドシューズ運動棚橋沈黙の中にハイトーンの鐘の音が響き渡ってまいりました。実況席には山崎さんをお呼びしています。さあ両選手の眼差しご覧になってどうですか。そうですね、この舞台でねプレッシャーをどうエネルギーに変えていくか、そのあたりが重要だと思うんですけどね。なるほど、すごいプレッシャーをひしひしと感じますからね。パンチで返します。掌底掴んだ、ストマックを狙ってまいります。ロックアップ、場外に落とします。リング下に降ります。顔面に掌底を見舞います。ローキック、乾いた音が館内に響きます。フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーを振りかざします。鎌固めの体勢に入ります。なんて言うんですか、プロとして強いってことも大切なんですが、何か人を引きつける部分っていうのが、そういうことがないとね、上にはいけないですよね。ああ、そういった部分は確かに大切になってきますよね。そうですね。フロントからのキック組み合います。ボディスラムです。行くのか、あと返します。組みに行きます。フロントからの締めを見せてまいります。男が男に惚れる、まさにそんな言葉すら形容に値するこの中村慎介。かっこよすぎるこの男。しかしこの最大の魅力は内面からあふれ出るファイティングスピリット。新日本やプロレス界の未来は格闘超新星中村慎介に託したぞ。腕を捉えます。リストを固めてまいります。ロープにブレイクしました。掴みます。キックで返します。掴みます。逆に返します。このあたり一発一発が重いですね。そうですね、これはダメージあると思いますよ。こういった地味なんですがレスリングの展開っていうのは想像以上にスタミナを奪いますからね。いい攻めだと思いますよ。はい、組みに行きます。下に落とします。リング下に降ります。小脇に抱えます。うまく切り返した。行くのか、
逆に倒します。嬉しい逆十字の体勢。リング内に戻ります。リング内に戻ります。そのまま倒してまいります。マウント取りましたよ。はい、もらいすぎると危ないですよ。そうですね。外してまいります。ショーダを見舞います。エルボーを入れていきます。リング下に降ります。腕しぎに取ります。張ってまいります。ロックアップ、ボディースラム、あっと返していった。リングに戻ります。リングに戻ります。いけるか。締め上げていった。ハンマーを落としていく。ブロックした。抱き起こす。小脇に抱えた。バックドロップ。引き起こす。足を取った。これはポイントになりそうですね。そうですね。今は精神的なダメージが大きいです。抱えた。させません。組み合った。逆にロープに振った。腕をフックした。あと耐えた。足を抱えた。あっと円錐切り。蹴っていった。ガチッと組み合った。あと逆に倒した。腰に手を回した。スリーパーで頸動脈を締め付ける。ガチッと組み合った。あと逆に投げていった。10分経過。腕を回した。ブレンバスターで切り返した。起こした。抱えた。フロントネックロック、ヘビのように巻きついた。ロープブレイク。いけるか。逆に返した。アキレス腱がダメだ。アキレス腱がダメ。ロープに逃れました。あっとボムに持っていった。立たせていく。組み合った。ロープに飛ばした。強烈なキック。立たせていく。首根っこを掴んだ。あっと逆に切り返した。引き起こす。打たせない。腕をフックした。エルボー強烈。ガードした。同締めスリーパー。あっと逆に捉えた。そのまま足を取った。ここでロープブレイク。打ってる方も辛いはずですよ。はい、いけるか。逆に振り返した。ドロップキックが突き刺さる。ガチッと組み合った。ロープに振った。あっとキャッチした。足を決めていった。ガードした。バックを取ってエルボーで返す。あっとドロップキック。腕をフックした。あっとフロントからのチョークスイーパーか。張った。足を抱えた。打たせない。組み合った。あと逆に返した。腕しぎ入った。岩壁の母の胸に抱かれました。頭を掴んでキック。ものすごい
起こした。さあ、がっちり入ったぞ。これは決まってますね。組み合った。あと逆に返した。アーブロックで決めていった。ロッププレイク。抱えた。フロントからの投げに転じる。さあ腕しぎの体勢だ。岸壁の母の胸に抱かれました。足を取った。そのまま